おはようございます桂春長ですおはようございます塩田恵美ですはいえー、はい、読演会が <laughs> <laughs> まずこれからねご案内いたしましょう今日から一般発売そうなんですよ先週はね、はい、あのー、先行予約ということでお電話たくさんいただきまして、はい、本当にありがとうございました そうなんです。もうね。もいわゆるその目標額としていった、はい、あの解くと,ところの倍実は。そうなんですよ。倍いただきまして。ねえ、え皆さんお電話で、もう次々と、えー。で、その倍のところまで、あと三つだ、うん、みたいな。っていうところで、僕はあの、思わず林編集長のところまで入って,いて,しまって。そうそう、そうそう、そうでした。でも、あの、ちょ、ちょ、ちょっと喋らしてって言って、うん、林さんも終わりにね、うん、ちゃんと、あの、オープニング、えー。 あのトークをしたはるのに、はい、そこのけそこのけ言うても出演しますからね林さんもああ、あびっくりしたああ<れ>えみちゃん、うん、言うても大した話してなかったですもんね <laughs> そんなこと言いませんよ言おてたんだと思って <laughs> 言いませんよ, <laughs> せんよそんなことだんだんなんか瞬朝ウイルスが入ってきてるのかなと思ってえみちゃんに 言ってもね、はい、そうですそうです早さんも<う>あのご出演ですのでそうなんです、えーえー、4月の30日開催です第5回ラジオ関西桂春朝独演会二来家内で会いましょう姫百合学徒対秘書録という,、えー、もう対策です1時間15分の、えー、この4月30日の開演が14時からなんですが、はい、場所が神戸朝日ホールです、えー、今日からですねこのチケットが 発売ということになりましたので。ええ、そうなんです,んす一般発売が今日からということで。はい。うそうなんです。えっと、お問い合わせ先なんですけれども、あの、直接神戸朝日ホールにお電話いただいても結構です。零七八三三一六三六二。零七八三三一六三六二。平日の九時三十分から十七時三十分まで。また、お問い合わせの場合は、ラジオ関西事業部までお願いいたします。零七八三六二。七三七。 七四零七八三六二七三七四番平日十時から十七時までということになっております。え、ね、その他にもあのローソンチケットですね。全国のローソンミニストップでお買い求めいただくこともできますので、ぜひよろしくお願いいたします。もうぜひお問い合わせしていただいて、はい、なんで林編集長なんて出すんだとかそういうことをあの<え>あのクレームを入れていただいて結構です。<laughs> そんなおかしなこと言いますね、<laughs> 春長さん。<laughs> ね面白いじゃないですか。面白いそうよくそれ言うと後にあのチケット二枚とかちゃんと言って言いますよ。言うでほしまあすっきりしたしチケット二枚。はいということなんですけど実は明日の関西テレビさんの夕方のニュースに十分枠で今度のドキュメンタリーの まあいわゆるそのダイジェストっていうかこういうことを,、えー、をやっているんだっていうまあまあ言ったらドキュメンタリーのまあ番宣みたいな特集みたいなというかそういうものが流れることになってますので、えー、ぜひあの配信集長お切りいただいてその関西テレビの方にスイッチを入れていただける <laughs> 両方両方あ両方かステレオステレオはそうです <laughs> 昔あれ両方使ったらうわーってならへんかった ラジオとテレビってあのアナログ電波やからねそんなんならへんかったわテレビつけてる時ラジオ切りラジオつけるんやったらテレビ切りどっちかでしとかってよう言うてたな今はならへんならないと思うそや、昔そんなあったような気がするわねえ懐かしいお話やなんかあのほらまだあのテレビの上にアンテナとか載せてた時代がなんか僕らもあの 屋根の上からやってるやつもあれば、うんうん、だから二階のちっちゃいテレビとかがあって、テレビがなんか下にメインのテレビがあって、うんうん、上にあのお弟子さん用のちっちゃいテレビ。あそれはなんか、あのテレビの上にアンテナが乗ってるって覚えてない？テレ,テレビの上にアンテナ乗ってましたっけ。なんか乗ってるようなテレビって昔あったやんか。<ー>それ自身が受信してるみたいな。はいはいはい。<laughs> あったよね。なんかシカみたいなテレビ。<laughs> そう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  <laughs> あれはそのラジオをつけると混乱するんだよね,んねお互いがねえ<ー>っ特にラジオが弱いね弱い <laughs> <laughs> テレビにマイクマて言うんですよはい <laughs>、えー、まあとぜひ、えー、あの問い合わせいただいたりアサイホールの方に電話していただいたりはいはいあの来ていただきたいと思います、うん、でえっ、ー、と本ちゃんのドキュメンタリーは ああ二十五日なんですけど開 <25? S 1> けて二十六日にはなるんですが、うん、え一、ー、時四十五分からの一時間番組ということではいああすごく楽しみですね春朝さんは出来上がりはご覧になったんですかあれ誰にも見せられないんですよそっかそっか曲はでプレビューできなくて、うん、ただ新聞記者さんは見に行ったらしいのへはいへー、はい だからまあ言うたらあ,あいうつ例えばね、うん、そのカンテレってやっぱり大きく言えば産経さんのあれやんかあ、うん、富士産経グループ広く言えばね、うん、だけどなんかね他の新聞社の人があの何人も、うん、そのディレクターの原君に。 あの30分間ぐらい取材をなんかしてくれたらしくてこれはうちの新聞でも載せますわって言って他の新聞社さんがなんかこう宣伝で載せてくださるっていう,うことだったんでそれはすごくありがたいなとは思うんですけどえまあぜひよろしくお願いいたします。ところで昨日は あれなんて言ったらいいの新会2月もうね半ば過ぎてますけれども、はい、やっとみんなの番組出演者、ねうんうん、スタッフの、えー、日程がいましてちょっと残念ながらのディレクターとあのねあのそうですね三木沢さんとちょっと来れなかったんですけれども、はい、でもまあ まあ大方集まって、新年会ね、はい、開催できましたね、無事に。それは。一月三十一日に、私があのダブルブッキングをしてしまいました。<laughs> 本当は一月にするはずやったんです。<laughs> <laughs> それで、残念ながら、ちょっとすいません、あの二月にまた変更だったということで。ねえ、そうですね。ね、えー、いや、で、あの、なんか。 ね、今までお世話になっている人、今もお世話になってる人、例えば佐々木優太君とか。チャッペちゃんとかも、あの、岡本さん。岡本さん。フォックスの岡本さんも来てくださって、すごく楽しかったんですけど。楽しかったですね。で、なんか、あの、改めてやっぱ思ったのは。僕って自分の言うたこと忘れてますね。はい、もう、昨日の一応メインテーマはそこでしたよね。春蝶さんは。 本当に以前言った言葉をよく忘れてはるんですよそれほん僕が言ったって <laughs> よく言われるしあんな力説してたのにって思うことがあってそれみんな意見の一中でしたあの時は <laughs> いやすごいねなんか言ったことを忘れてるんですようん、うん、でこんな風なこと言ってくださいましたよねみたいなこと言ったらうん、うん、えほんまにそんな言ったっていう風なでもなんか 言いそうやなみたいな。そんなんはありますよ。私でもありますね。うん、あの言ったこと自体は忘れてるかもしれないけど、こういうこと言われました。あ、私やったらそんなん言いそうっていう。うん、まあ、もう今でも同じこと言うわっていうね。うん、そういうのもありますけど、俊治さん完全にその内容も忘れてあるから。<laughs> そ,うそうそうそう。で <laughs>、ね、あのま、ー、あ佐々木優太が言い出したのは。うん それは俊輔さんが何かが憑依してるからですよってまたわけのわからんことを言いだしてんか言ってたねうん、うん、何かに言わされたりとかしてる瞬間っていうのがあるんですよとそれ俺が言ってんじゃないのって言ってそれは何かがその体の中に入ってきてて、うんうん、別人格が入って喋ってるそ,<う>でもそれは私もすごくよくわかるんです。な、えー、なんでなんででねえももう長いいお付き合いさせててらって、はい 本当に俊著さん人格が別に入れ替わったんじゃないかって思う瞬間とかあるんですよ。それね、うん、あの憑依とか、うん、いたことかいうレベルじゃなくて、うん、僕は本当は薄い多重人ねそない分からへんレベルぐらいのーえー<僕>えー そうかな。僕ね、四十何年生きてて、やっとわかったことがあるのは、僕軽い。実はエ,エビアレルギーっていうことを気づいたんですよ。え、食べるんですよ。エビのアレルギー。いや、でもね、何のエビかわからへん。ある一定のエビを食べたら、あ,あの鼻の先がちょっとだけ痒くなる。可 <laughs> 愛 <laughs> い,いアレルギー。そうそうそう。<laughs> だから、別にいいねん。ん <laughs> ちょっとだけ痒くだあれ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 って言って腹の先だけね。<笑>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 ちょっとなんかこう少しだけここが赤くなったりとかするの、えー、でもそれ別にすぐ収まるから。はい、でもこれはどうやら、うん、そう自分しかわからへんデータってない。あありますあります。あ,すあるでしょ、うん、これをしたらこうなるっていうなんかデータがなんか出てくるやろ。あ,あのなんかこう積み重ねでね積み重ねで、うん、だんだんとこうあこの時はこうっていうのありますよね。<笑><笑>あるでしょいやおだこちょ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  <laughs>。 ちょ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 って書くの。かだから、そういうのと同じように。うんうん、まあ、例えば、自分自身がある程度のなんか人格を本当は持っていて。うんうん、多重人格者なんだけど、それはもう薄すぎて。あ。が薄すぎて。さが薄すぎて、分からんと。<laughs> そうか <laughs> いうのも、もしかしたら、あるかもよ。そうなのかな。で、一体、今は誰なのかと、うん。うん。うん、本当ですね。うん、今は誰なのか。 いやだからそのある大物俳優さんがある大物落語家の長寿を読んだ時に「うんはい、<laughs> 長かったですな」って言わはってんか大物落語家がなくなった時に、はい、大物俳優が長寿を読んだんですよ。はいはいはい 超大物落語家さんが全国的にも超大物落語家がお宝的なねお宝的な,、ね、お宝的な国の宝的な国の宝的な,宝的な超大物の落語家さんが亡くなられた時ねはい言わはったんやけど<ー>でその時にあれと思ってこの人ってすごいなって思ったんですよ。 でどっかで演じてないとあんなことできひんのちゃうんかなと。でその帰って嫁に聞いたんやんか、うん、こんなことあったんやけどどう思う?」って言って「ああそれってね多分ね何人の人も演じすぎて自分が何なのかわからなくなってきてるんじゃないの?」って言って「なるほどね、うん、だからそれって本当のプロってことなのよ」って言って「はあ!」 今ね <laughs> 奥さんの言葉がまた秀逸でね昨日もなんかその何て言うですか途中で春條さん電話されたんですよ奥様にも絶妙な返しですよねそうそうある大物ミュージシャンを一言で例えるならどういうことになるって言って。<laughs> うんうん でもある大物まクリスマスの時期になったら毎日流れる曲を歌ってる愛しい憂い張るある大物,大物の奥さんごつ綺麗な人綺麗な人でねでその人のことはどうって言ったらタコ、うん、糸って <laughs> 声がね,声,がね声質がねタコ糸,糸で <laughs> そう言われればみたいなであのバブル期に、うん あの小田裕二が出たドラマで大ブレイクで昔はあのユニットを組んでいらっしゃったある、はい、大物,大物あの、ね、毎年クリスマスの約束のねクリスマスだった約束ごとしはるんは <laughs> <laughs> 何って言ったら「うんイカの吸盤」。<laughs> <laughs> あの富士の方で、えー、<laughs> 10万人レベル集めてすごくすごいライブをやったあのある大物ミ <laughs> ュージシャンについてはえー、結構使ったたわしみたいな <laughs> 声質がね声質ほんで面白いわ ある、えー、ともうグラミー賞とかを取っているある大物ミュージシャンの奥さんで、うん、この奥さんも大物ミュージシャンでこのほど最近離婚なされたある大物ミュージシャンについては「えー、羽あり」<laughs> って言ってたよねあの例えってなかなかやろ いや秀逸ですよね秀逸だったですねいや、それは何がすごいかというとね瞬時に出てくるっていうのがすごいんですよ羽ありとか使い古したたわしとかそんななんて言ったらですかねパッと思い浮かぶっていうのが才能ですよね奥さんもやっぱりキれキれなんですよねきっとこうあの感性がそうそうそいやなんかそんなことを言ってくれエミちゃんが最後面白かったエミちゃんも職人やなと思ったで最後 みんな一人ずつちょっと秘密を言うていきなみたいなほんで佐々木優太にそれを聞いた時に「いやそれは言えないですよ」ってその前に「その憑依してる時っていうのは大体終わったら忘れるもんや」って言ってほんで「いやそれは言えないですよ」って佐々木優太が言うたらえみちゃんが「大丈夫大丈夫みんな憑依してるから」って言わ言うて言うて今みんな憑依してるから終わったらみんな忘れるから。 言うてたよな。面白いですね。ああいうなんこう欧が面白いですよね。ええもうさっきのあのユータから教えてもらったあのいろんなこのまあなんか知り合いというか。はい。今僕実はね伝えたい思いの新しいやつを書こうということで取材してる最中なんですよ実は。うんうんうん。えで七月に実はそれをおろそうと思ってんだけど。早い。うん。でそれでね今回はテーマが薬なんですよ。はい。 でその薬でそのお薬のことについていろいろ取材しなきゃいけないとほん,んで彼がなんかあの漢方薬の人を知り合いや言うてあざみ野っていうところが横浜にあってなでそのあざみ野って割に僕の住んでるとこからは近いねん。 でそれでわーっとこう行ってちょっと予約してで取材してきたんですよ。ものすごい親切に教えてくださって、うん、もう最初の,なんかの電話対応のところですでになんかものすごく親切な方であこの方誠実な方だなとさすが佐々木優太みたいな子を応援してくれるあ<ー>まあ彼は<敵>あのその、えー、お医者さんは。 薬剤師のの方かな、うん、あの佐々木優太のラジオのスポンサーもやったはず。<ー>スポンサー歌うたってほんとにあのそんなにこうお金じゃなくてほんまになんかちょっとみんなで応援しようみたいな、はい、なんか町内会で応援しようみたいな、うん、そんな感じで応援したはんねんか、うんえー、ほんで行かさしてもうたらものすごいいろんなことをすっごく丁寧に教えてくださってでファッとこう見たらねほら。 漢方薬って肝とか脾とか肺とか,、うん、肺とかなんか五つぐらいに分かれる<ー>で僕肝って言われるところの病状っていうのがすごく多かったわけ。うん、あそういえば俺こういうのあるなぁと。例えばどっちですかあのーん 診断ね漢方で診断してもらうときに私は「肝が強い」って言われるんですだからその気、うん、が上がってるから、うん、それを沈めるような漢方っていうふうに言われるんですよねだからその虚弱になってるのかもあの多すぎるのかっていうのがね<っ>なんかその真ん中がいいっていうのを聞いて、ねうん、そ,それはそう思いますあ,、ね、あのね肝っていうところが悪いとこういうことになるっていうふうな症状みたいなのを書いた、うん、症,状症状書いた例えば僕やったらアレルギー性鼻炎っていうのがある。あ で、その皮膚のちょっとかゆみっていうのもある。うん、で、ね、頭痛がある。うん、ね、なんかそういうのが。全部なんか、それに該当するもんやったんやんか。それを当てはまるものを、あの、書いていったら、もう感が。言たらその症状だったわけですね。うん、そうそう。で、その方がちょっと、おと、お手洗いに行ってる時の、その表を見て、う,ん、うーんって思って、そのこと何も言わずに。うん、あのー。すいません。 こういう症状とかね。うん、あのいろいろ書いてありますけど、うん、どういう風にしていけばいいんですか？っていう風なことをちらっと聞いたんですよ。このその先生が。これ僕ちょっと実は4ヶ月後に改めて特集しようと思ってんねんけど、うん、その先生曰くね。もうおそらく私が思う。世の中の病の90%以上は95%ぐらいと言ってもいいですね。はい 血液なんですよと血液から来る病なんです」えー、言うたらそ血流というものが全て技してるんだとほ<ー>んでああそうなんですか後との5%は何かって言ったら「ウイルスと細菌です」と。えー、で一本の樹木を例えてくださいねと。うん、だから歯の色が悪くなったとか、はい、枝ぶりが悪い、はいで。それを何とかするっていうのが 春蝶さんがいつも飲んでるお薬で対応しているということです。んうんうん、これは対処療法なんですよ。なるほど。ええ、で、それはあの大事なことだと思います。だって、急激な痛みは取らなきません,もん、ね。そう,そ,うそうです。そうです。そうです。しかしながら、それと同時に、何をしていかなければならないかって言ったら。 幹の部分ををどうううしてていいいいくくかということととここ考えていくということが必実はい、で根っこであったり幹であったりそういうところが悪ければ、うん、悪いからでこそ葉っぱが悪い枝が悪いということになっていきますとただこの根本を直せばあの大丈夫なんだと、うん、でそれは一体何なのかという説明なんですがまあ動脈とか静脈とかそこで流れている赤血球っていうのがまあ言うたら配達屋さんですね<ー>何を配達するんですか 酸素であり栄養でありホルモンですとあ<ー>、うん、でもっと言いますとお薬飲まれますよねと、うん、そのお薬を届けるのも赤血球なんですよと。うんここまで納得してくれた赤血球っていうのはなんかこう真ん中がペコンってへこんでて、はい、そういう円盤型していますと。 春庄さんの体の中にも、まあ、動脈とか静脈とかそういうのがある中で毛、うん、細血管って聞いたことありますかと毛、うん、細血管っていうのは、えー、0.5ミクロンぐらいなんですと 1>, で1ミクロンっていうのは1ミリの千分の1千切りにした状態のだからその千切り状態にしたもののまだ半分なんですんでそれよりももっと小さいものは微細血管と言います でそれは至ってはから3ミクロンなんですで赤血球の大きさってどれぐらいあるかっていうのをご存知ですかと実は0.8ミクロンなんですと。うん ということはもうこれ計算が合わないんですよ。すね、ね毛細血管とか微細の中には入っていかないわけね。だから届けることができないわけよ。で,で、毛細血管、微細血管というのはどこに多く存在するんですかって言ったら、例えば首の後ろ。はい、で、あのこの耳のあたりとかうん、うん、よくなんかリンパみたいなことを言うところあるでしょ。はい、とで、僕は内股うちまたで僕そこでゾッとしたんやけど。うん 僕実はここの耳の裏ってすごいずっとやられてんのよ。ね。はいはいはい。あの皮膚がちょっと悪いんや。ほんで、あのこの辺の頭痛。ま頭痛、首ね。むちゃくちゃ激しいんやんか。ほんで、まあ、そここから、首から上のところで、まあ、僕、アレルギー性鼻炎とか、目の疲れ。これ、全部それに該当すんねんか。ほんで、どないしたらよろしいね。え、じゃ、あちょっと一言で言いますと。この赤血球っていうのは。 実はどうやったらそれをそれに入っていくかっていうと自ら変形すするる能力っていうのがあるんですへ<ー>だからこうグニャーッって変形しながら、うん、そういう毛細細血血管管とか微細血管に入っていく、うん、ただそれは栄養素を補ってあげないと、うん、ある栄養素を補ってあげないと、うん、変形する能力っていうのは劣化していくんです。うん だからこの栄養素変形する栄養素っていうのがあるんですよ、はい、赤血球の変形能力を高める高めるものがあるんです、ね、それを高めれば、うん、要は毛細にも微細にも入っていくからすべての血液の症状が緩和されるうんあるいはずっと続けてるとなくなるっていうことな,んですんなぜならそこに酸素も行き届くしね はあ、で皮膚の病っていうのは特にどういうことかって言ったらずっと酸素とととかかか栄養とかホルモンとかお薬が供給されていなないいいととうことなんですよ<ー>でいくらお薬いいの飲んだとしても言うたらまあ言うたら倉庫はちゃんとしてるのに、うん、それを届けるトランスポーターがちょっと病気がちだっていうことになってくるわけです。でその変形する能力っていうのは何を取ったらよろしいねんって言ったら、うん、あ 実はねその30年前にそれが明らかになってそれを栄養素ごめんその栄養素の名前忘れてしもったけどただ <laughs> 栄養素の名前忘れてしもったでただその栄養素があの一番多く入っている食品というのは30年前についにそれが解明されたんです。<う>でそれが黒酢ですと。ただこの黒酢も現役のもまま飲んでもダメなんです、うん、でそ,のそれは水に割って伸ばさないと吸収がよくないから。 だから今よくなんかあるそのなんか濃く現役のものとかよりも水で伸ばす方がよろしいというあ<ー>あのアカシアの蜂蜜ならばこれがすぐに伸びるので、はい、あのオリジナルの蜂蜜も作りましたと、うん、でこれとこれを割っていただいて水で割る、うん、で実は15年前にこれの4倍の 効果ががあるものが発見されたんです、えー、この栄養素,栄養素がね、えー、で実はあの黒酢を飲んで、えー、あの酸っぱい部分にはう言うたらね何の栄養もないんやって酸っぱいのは関係あらへんね<ー>酸っぱいのとはちょっと離れたところにそれがあるんやって<う>だから黒酢に入ってる成分であの酸っぱさは何の関係もない、ねえー、酸っぱいだけなんですね酸っぱいだけの話ら、あのー、でそれ何ですかって言ったらそれが実は4倍の効果があったのが もろみなんですよともろみだからその沈殿するやんかお<う>あのもろみにその4倍であるところは20倍とも言うし50倍とも言うんやけどうちは4倍っていう言い方をしてますとで実はそれ最低の出てる確実な数字やと思うからとへえ<ー>そのもろみを飲んでいただきながらやっていくのが一番いいとところが問題がありました。でですかっって言たら米でしょ ファイバーでしょ吸収が極めて悪いんですよ。あらららららら。らで、どうやったらこれを吸収するんだっていうことになったんです。次、うん、次の、あの、医学は。うん、そしたら、すぐに出てきました。ファイバーは何に弱いかって言った三。ここで黒酢の三の意味が出てきたんですよ。うん、<と>なるほどね。はい、だから。 そのもろみを飲みながら黒酢を飲んでいただくと吸収がうんと良くなるということになったんですと。へ<ー>で皮膚は4ヶ月経ったら再生いたしますから<ー>今からこう続けていただいて4ヶ月、あのー、それを見てください<っ>そしたらあ新たなこれをあの飲み出した結果のが出てくるから4ヶ月後に全て再生するのは4ヶ月後ですと。へーへー 船長さんの皮膚のこの奥底に新しいものは、四ヶ月前に生まれたものが今表面上に出てきてます。<ー>それは二三日で赤となって崩れ落ちますと。ということなんですよ。<ー>ただ、例えばその頭痛とか、そういうものの緩和というのは、おそらくは割にすぐ出ます。というのは、なぜかというと、酸素が行き届くから、すぐに変形して。<ー>というわけや。だから、俺は四ヶ月後にもう一回、このレポをやりたいと思ってる。うんうんうん、あ、どうだったかね。はいはい、実際にね。でも、あの、僕、まあ、ちょっと、今の時点でもし興味あった人がいたら。うん これあの商売じゃないからね皆さんこれが俺ほんまに聞いてあこれは多分皆さんも一回し聞いた方がいいやろうと思う、うん、興味ある人はこれ電話番号言う,、うん、言うよそう、はい、<laughs> メモしてね <laughs> メモしてえー、あのねサント薬局っていうね、はい、045の902の5539。 でおてると思うねんけど、はい、ちょっとあちょっと一回調べてみてくれへん。<laughs> でおてると思うねんで。<laughs> 大丈夫ですかね。はい。零四五九零二の五五三九、漢方三島薬局の、うん、ええ、あの山浦さん。はい。あもそこまで言いますか。<laughs> 山浦ちゃんに電話して。はい。三島はカタカナですね。三島はカタカナ。三島薬局。 でこれは俺おそらく、うん、多分なんかその人の説得力みたいなのはずっと人の話聞いてきて、えー、俺人の話大概聞かへんけど <laughs> <laughs> あれはちょっと説得力あったかなと思う。うん まあアレルギーとか皮膚のかゆみとかまあそういうあの血液系のものですよねなんかその頭痛とかそういうものにこれからなんかあの花粉症も出てくるだろうからその場合はちょっともろみを多めに飲んで回数も増やしていただいてみたいなことをいろいろ言ってたから一回ちょっとあの問い合わせていただいた話だけでも聞けはったらどどううかなとは思うんですけね今回は別に「バタフライエフェクトを聞きました」って言わなくてもいいから。<laughs> 桂春ラのバタフライエフェクト